どうすれば懐いてくれるんだ。猫。徳さんいない徳さんいるな。情報通の。ほれほれ、魚だぞ。ビール飲むか？ん？なんだよ。ちっとも懐かねえな。いやいや、お前ら、猫の気持ちが分かってねえんだ。目ん玉には目ん玉。目ん玉には目ん玉なの？ハンブラビ法かな？猫には猫だろ？よく見てろ。にゃーん。ダメじゃねえかよ。おかしいな。ご親うちにいたミーコは、こうやったら絶対寄ってきたんだけどな。それは多分懐いてたんだろうな、普通に。触らせてくれないんじゃ、怪我の手当ても支払えねえしな。あ、怪我してんの？尻尾立ててるのって確か威嚇だっけ？警戒してるんだっけ？ん？あ？あんた何見てんだよ。おい、そういうなって、あんた猫好きなのか？猫か。猫好きなら話早い。兄さん、でも何も言ってん。猫か、言うだらけやんけ。兄さん、こいつは何とかしてやってくんないか。いや、まだ何も言っとらんが。まあ、細かいことはいいじゃないですか。俺たち、さっきこいつら拾ったばっかりなんですけど、まだ誰にも触らせてくれなくて困ってたんですよ。しかし、めっちゃ警戒してる。すげえ怒ってる。怪我してるみたいだし、せめて手当てぐらいさせてほしいんですけどね。白い方はなんかくつろいでるな。どうだあんた、ここで会ったのも何かの縁だ。一つこいつらを手なずけてみなきゃ。おやんのか。頼むよ、早くしないとこいつらどんどん弱っちまう。今頼みの綱は兄さんだけなんですわ。すげえな。雲にも使う、なんだっけ、糸にも使う思いだっけ。そんな感じ。いやいやいや、しかもないほぼないような板やからね。急にそこにいただけの猫を手なずけるか。やってみるか。じゃあやるか。見せてやるよ、刑務所で暮らした25年間の猫との過ごすゼロか、知識ゼロ。仕方ない、やるだけやってもいいやろ。そう来なくっちゃ楽しみますよ、猫な。ふぅ、思いっきり警戒されたのは、さてどうする。子猫、少女の鳴き真似、子犬の鳴き真似、そのままだったら子猫の鳴き真似じゃないの。やはりここは子猫の真似でもしてみるか。にポカーンとしてる、かわいい。にゃにゃ、お、懐いた？どうやら警戒を解くことに成功した。マジ？兄さんすごいっすね。俺なんて見向きもされなかったのに。だいぶやっとるようやな。まずいな。何か栄養を取らせないと。けっ、酒飲めば一発なのによ。お前らはな。すまねえが、あんた。何かこいつら好きそうなもん買ってきてくれないか。出たな、竜がごとく。にある、毎回こう。なんか猫とか犬とかのなんかかわされに行くやつ。こいつらなんか栄養なるもん持ってこよう。栄養豊富といえば、なんだ、ね、栄養豊富ってなんだ、もう牛乳か、怪我もしてる。スタミナ X、ドッグフードの食べない。まあ食べないことはないやろうけど。捨て猫にあげるテーマでも牛乳とパンだな。牛乳だな。ちょっと待っとれ。牛乳でも買っていたろわ。あ、行かなあかん、やっぱり。行ってくるか、先生。にゃんこ先生。今行ってくるよ。ん？ホームの最後だ。あいつに情報のこと聞いて、あ、これ花屋のあれか。すまん。ちょっと聞きたいことがあんねやが。あんた、ちょっと待ってくれ。あ、ちょっと来てくれか。ちょっと待ってくれじゃねえ。なんや、どうしたんや。いいから早く。めっちゃ慌ててるの、どうした。何があったん、どうしたん。おい、ちょっと待って。どうしたんや。バカ、推し活か。仙人が死んでしまう。何、仙人
これじゃ有名なじいさんのあだ名だよ。地下水の奥でずっと穴を掘ってるじいさん、何をしとんねん。低愛の奴隷か。とにかく説明は後だ、こっちに来てくれ。さっき背負わされたんだろうな。千人待ってろ。あ、こん中にいんの、マンホール。こないとこから入るんか。お、一番の近道だ。さあついてきてくれ、ついてこい。上だってどないするんや、このマンホール。マンホールの蓋を開けるための道具があるんだよ。てあんたには力がありそうだから道具なしでも開けられそうだけど、お前なめんな、お前。いけるわそれぐらい。とにかく説明あったら早く早く。さすが西島、開けたんか。バケモンやん。お、千人、ほら、なんや、手合い目黒、これあれ見てくれ、なんと千人、あ、絡まれてるんか。おいじいさん、正直に話してくれよ。俺たちも年寄りに乱暴するのは嫌なんだぜ。なら頼むよ。僕らの日は倒産ぞ。わしの長年の努力を無駄にさせてたまるか。この先にはすげえ量の埋蔵金があるんだろ。だからそんな何年も死なって掘ってんだろ。埋蔵金などないわい、さっさと帰っとくれ。独り占めしようなんてずるいぜじいさん。みんなで仲良く分けようや。おい、もう面倒だ。邪魔なじじいにはさっさと成仏してもらおうぜ。あ、すいません、この千人が。あんた腕っぷし強そうだ。あの連中追っ払って千人を助けてくれよ。まあ助けるわ。千人、しゃあない、俺が花つけてくるわ。本当か、すまん、恩に着る。じいさん、あと1分で話さなければマジでぶっ飛ばすぞ。あ、おう、ちょ待てや。おう、やばいの来たぞ。殺されるぞお前ら。18人も21人も変わらへんからな。もう自分ら、そんなんじいさんいじめ楽しいか。老人はいたわるもんちゃうんか。なんだてめえ、このじじいの仲間か。俺のことはどうでもええやろ。とにかく自分らおとなしく帰った方がええで。てめえも埋蔵金狙ってんだろ。綺麗事言って独占しようとしても、しようなんて甘いんだよ。まったく、聞く耳も担当はこういうことやな。ああ、もう誰、こいつらまとめて下水流してやれ。よっしゃ、流すか、じゃあ。よし、下水の餌にしてよ。下水の餌で何度下水の餌、あ、追撃できる。ない、いつもね、こんなん覚えた俺。おお、すげえ、なんか覚えた。まずアズマ庄司、そして神谷。あ、追撃が、あ、できない。お前ら前ぞ、千人以上で楽しいか。にもなんか事情があってほっとるんや。なんだこいつ、化け物か。そう、覚えてやがれ。どっか行きよった。チンピラの捨て台詞はいつの時代も変わらんな。ありがとうな、助かったわい、ありがとうな。いや、礼ならあいつに言うやな。一番あんたを心配してたのはあいつや。あいつや。千人、無事か、怪我はないか。ああ、お前か、大丈夫、わしは元気じゃ。そりゃよかった。一時はどうなるかと思ったよ。申し訳ありません。あんたありがとな、ほんと強いんだな。あんた名前は西島っちゅうもんや。あんたらは。俺はケンちゃんって呼ばれてる。ケンちゃん。そういう感じで、まあだ名で呼び合う仲なんやな、そのグループでね。そういうグループで勝手につけられたあだ名だが、まあ好きなように呼んでくれ。それで仙人さんはなんでチンピラに狙われとるんや。わしは大事なもんを探してここを掘り続けてるんじゃ。それを連中と来たら埋蔵金などと根も葉もないことを言いよって。大事なものってなんや。それはわしにもわからん。どうした、どういうことや、ボケたんか。わしの親父が息を引き取るときに聞いただけなんじゃ。
カムロ町の地下に大事なものを埋めた。前にそれを預けるゴシキラクレティアルスみたいなじゃあ違うな、あの帽子の方だな。息子よ、この大事なものをお前に預けるそれは地下深くに埋めたんだ。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。なるほどな。大まかな場所は聞いたんじゃが、カムロ町の地下へはこの通り、下水やら地下街やらいろいろと新しいもんができておる。つまりそれより前に埋められたってことか。そうじゃな。おそらくは戦時中のことじゃ、防空壕とかじゃないじゃん。そんなに前の話なんか、それをあんたは何年掘ってるんだ。親父に話を聞いたのが50くらいじゃったから25年くらいかの。おじゃあもうあれか、こいつは地下に、西島は塀の中に囚われてたよな、二人とも。25年。なあなあ仙人、この人すげえ強そうだし、穴掘り手伝ってもらったら素手でいけるやろ。西島やったら。なんじゃと。最近腰が痛いとか言ってたじゃないか。さっさと掘らないと仙人寿命が尽きちまうだろ。やかましいわ。まだまだましや、元気じゃばい。なんだよ、意地張っちゃってさ。なあ西島さんよ、仙人穴掘り手伝ってやってくれよ。頼むよ。なあじいさん、あんたは25年ずっと穴掘ってたのか。まあそうなるな。そうなるな。なるな読み間違えたぞ。わかった、決まるとき手伝ったるわ。お前さん本気か。何も関係ないのにか。それ触れ合うも多少の縁中やないか。アムロ町来てから体鍛えてないしな、ちょうどええ。あったな仙人、これで成仏する前に大事なもの見つかるかもよ。お前はさっきから人を臨床なんて読むんだこれは、臨床か、まあ、なんかそんな感じ扱いしよって。待ってくる。さあ、じゃあどういったか、以上張ってみたいなことで張ってみたところで、やはり夜年並みには勝てん。少しでも手伝ってもらうならお願いしたいというのが本当のとこじゃ。さあ、分かった、時間ができたら手伝いに来る。ありがとうな。さあな、恩に切るわい。礼と言ってはなんじゃが、お主典型というものをしてるね。まさかまさかここで典型。そうじゃ、典型とは街中などで起きた出来事を見て新しいひらめきを得ることじゃ。その決定的な瞬間を形にすることで何か新しい発見があるかもしれんぞ。形を残すと言われても写真機なんて持ち合わせないからな。わしもそんな高いもんは持っとらんかった。その時はこれじゃ。これはハンマーとのみ。え、何どういうこと。手頃な木材もいくつかやろう。そのハンマーとのみで。嘘だろ、木彫りってことお前さ、やめろ。お前悪趣味すぎるわ。確かになんかあなんだっけ、戦争映画じゃないわ、そういう刑務所の映画とか見たら、なんかハンマーとのみで受刑者が仏様掘ってるみたいなシーンあるけどさお前悪趣味だろこれは起きた出来事を刻みつけるんじゃ。街中で出来事についてはケンちゃんに聞いてみるといい。何か知っとるやもしれん。なるほどな、分かった、やってみるわ。木彫りセットを受け取った何度これは、すごいもん拾ったな。チャラ掘るか。さて、こんなこと一見なくちゃくちゃや、伝説の情報を調べよう。ホームレスが何か知ってるかもしれない。待て、そんな穴掘るぞ。めっちゃ掘ってるやん。え、どう掘るんこれ。掘る言うても猫の餌も買いに行かなあかんし。よく来たな。おお、ちょっと一回どんなんやってみよう。掘る場所を選んでくれ。下水の道から何すんの。では移動しようかな。何するん。ではツルハシを使って。おお、お前さんにぴったりな大きなツルハシがあったはずじゃ。何だ、何トレーニング。そうじゃない、1分
うん。ためて。おい。いいぞ。準備万端や。よし。では始めるぞ。おおおお、すげえ。掘り進め。あ、移動で？これを？お台に。あ、こういうことか。はいはいはい。溜めてね。鶴橋無限。ドン。でも溜めたら。お、もう殴るのと一緒だ。ってことはじゃあコンボ。ああ、さすがに無理か。10ぐらい行きたかったな。最初のちょっとやり方が分かってなかったから。おっ、あ、でも行った行った。なんと地下にこんな場所が。ちょっと喉が痛くなってきた。はい、この広い場所、空間は。これは防空壕じゃろ。そうだな、防空壕か。防空壕へと。ああ、おそらく戦時中に使われていたんじゃろう。これだけ綺麗に残っていれば歴史的価値も高いじゃろうな。じいさんの父さんが言うてた大事なものはここにあるんか？いや、聞いてる場所はもう少し奥のはずじゃが。ん？じいさん、見てくれ。何か見つけた？デレ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 。ライアーゲームの BGM ね。看板や。お、なんだ？第1防空壕。第2防空壕がこの先あんのか。とりあえず手がかりこれしかなさそうじゃない。次はここを掘ってみるか。ん、何か落ちとるぞ。これは兵法、格闘術。待った、これはすごいぞ。この技は使えそうや。思わぬところで報酬があったようじゃない。あ、なるほど、これあれか、西島の強化イベントみたいな感じか。いや、金なんていらん。ええもひだし、俺は満足や。久々に体も鍛えられた。ありがとうな、じいさん。おお。なるほど、そういうことか。牛乳買ってきたよ。ほら、飲めや。牛乳を与えた。お、2匹とも。よし。元気が出たよねな。これはしばらく大丈夫やろ。助かったよ、兄さん。すまねえな。俺からも礼を言わせてもらうぜ。おお、伸びしてる。ん？何これ？くれるんか？トラ猫のペンダント。お、何？開くペンダントみたいな。ん？中に何かが入ってる。何？メモ？劇場の地下。奥目の床。なんのこっちゃ。これだけじゃ分からん。返しとくわ。お前の大事なもんやろ。ありがとな。ん？ん？お前もか。何や、白猫のペンダント。なんかアプリでありそう。これも同じペンダントだよな。メモ入ってる。骨の張り紙、緑のバッテン。バッテン4つ、壁を調べて。ん？これはメッセージか。なんだ、まさかお宝でもくれたってか。いや、そのもんだちゃうやろ。で、どれ。お、これマジで宝かもしれんな。なんや、なんや、なんや。ただの汚い猫だと思ってたら、これは意外に金の卵を産む鶏かもしれねえな。いや、猫やで。わかった。こいつら先に俺たちが見つけたんだ。もちろんそのメモはもらえるんだよな。いや、今こうしてこいつ、今こうしてこいつらが懐いたのも全部兄さんのおかげですよ、兄さん。気にせずそのペンだと思って行ってください。そんなの取ってべ。まあまあ、確かにこいつの言うことも一理あるって。よう分からんが、これは探した方がええんやろか。なんか探せって言ってる。なんか、2匹の猫。もしかして、魔法少女になるのか？でてん。ででででん。でててててんててんててんてんてん。月に変わって、冴島よ。仕方ない。
今向いたら探しに行くか。よし、お前ら俺と遊ぶか。あ、兄さんこいつらは無事、あんたにもなぜだよな。俺は買ってやれんし大事にせえよ。はい素直なホームです。はい、探しに行く。劇場の地下行くか。劇場の地下、ここはメモにあった場所やな。本棚、本棚調べる。これはさっきの鍵が使えそうやな。そいつはちょっと待ってもらおうか。あ、お前マスカーつけてきよったんか。そんな衝撃の悪いこと言わんでほしいな。あんたもか、ね、ほら俺たちが助けた猫と会っちゃまあ期待しないわけもいかないだろう。まあまあまあせやな。まあそれは分からんでもないけどな。どうせお前も宝が欲しいだけなんやろ。いいからその鍵渡したからみんな分けたらええやんけ。やるんかい。やめとけ、ほんまやばいぞ、ほんま。もう18人も30人も変わらへんからな、もう。もうすげえ、追撃。さあ、必要なったな。父親目線。必要なったな、お前、タイガー。なあ。くそ、いてえ。うん、ちょっとぐらい手加減してるってもんがあるだろうに。兄さん、お前ら何してんだ。け、何で鈍ってんだ。どうせお前も後つけてきよったんだろ。こいつらのお宝探しによ。お宝、さっきのメモのことか。まだまさか兄さんが見つけた宝を横取りしようとしてんのか。ちぇ、まあ自分らの助けた猫の宝、気になる気持ちもわからんでもない。で、ここは、今ここで全員で開けてみるいんは。お、あんたやっぱ話がわかるね。兄さん、いいんです？何が入っとるか見ないと納得せんやろ。ちょっと待っとれ。何やろ？ツナ缶か？これはぬいぐるみか？ぬいぐるみだと？なわけあるか。うまいこと言って、お宝さ、隠そうって魂胆だろ。嘘つくならもうちょっと気の利いた嘘にしようぜ。いや、嘘やない。自分らで見てみ。ねえ、どれ。本当にぬいぐるみかよ。てめえ、他に何か隠してんな？ないわ。隠す暇なんかなかったやろ。チェ、とんだ胸骨かよ。いらんのか？そんな、脱ぎたねえぬいぐるみに何の価値が、何の価値もねえ。そんなことなら酒飲んでた方が何倍もマシだったぜ。残念だな。お宝かと思ったのによ。これ、こいつらのおもちゃか何かですかね？さあ、おそらくそうやろな。でも、こんな面倒なことをして隠すほどのもんとは思えないんですけど。ん？なんや。いや、でも、こういうぬいぐるみ光った。え、何？光った。光るぬいぐるみ？ファービーか？にゃー！お、お前も気になるのか。にゃーん！どれどれ？お？これは？兄さん、これ、カムチカにあるロッカーの鍵じゃないですか？お？地下のロッカー。このようやな。なるほど、本当の宝はここにあるってことか。よかったっすね、兄さん。お前興味ないんか。あ、こいつらがいれば十分なんで。な。あ、懐いてへんやん。冴島の方見てんやん。そうか。あ、そうだ。兄さん、一個頼みがあるんだ。こいつらに名前つけてってくれないか。名前？こいつが助かったら兄さんのおかげだし、こいつらも喜ぶと思うんで。な、頼むよ。何かいい名前を考えるか。名前決めれんの？あ、嘘。何も俺決めてないんだけど。いい名前ですね。じゃあこいつら頼んだね。はい。あいだけなら言っても劇場を地下に来てください。こいつらも喜ぶと思います。な。家とか作ってありますんで、また絶対会いに来てくださいね。コインロッカーを何倍やったっけ。5万円。ファーストの守り、これ違うな。 BJ のお守り、え、ガントレット、オーイオン、
ポリマー。これ多分合成アイテムだな。これが宝か。どれやったの？猫たちの生活費。あ、5万円の方か。お、兄さん、どうしたんですか、そんなところで。おう、お前か。このお金は猫たちの生活費。なら、猫を世話してるこいつに渡すべきやろか。渡そう。ちょうどいいわ。ほれ、これ持ってけや。5万円。え、これどうしたんですか。ロッカーに入ってたんや。あー、例のお宝本当に入ったんですか。ああ、猫たちの生活のつもりやろうからあんたにやるわ。え、そんな気遣い言いませんよ。まあ実際こいつらの面倒を見とるのはあんたやからな。受け取っとき。あ、なんかすいません。あ、じゃあ代わりといったらなんですけど、これもらってください。猫の鍵。何、可愛いから持ってたんですけど、俺にこいつらがいますんで、記念にでも持って行ってください。おう、まあ、もろとくわ。猫の鍵。え、何、猫の鍵って。お、かわいい。これ、どうやって見たいん、これ。なんか拡大できんのかな。怖いな、なんか。めっちゃ怖いねんけど。猫の鍵。